はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸2をお送りします。で、前回からね、内積が始まってこれで2本目です。で、今回はまたポイントがあって、で、それも含めて全部で7問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回内積のスタートだったので、まあ内積ってこんなもんだよって、こういう記号だよ、こういう公式だよみたいなのをやったんですけど、まあその知識を含めつつ、今回は平行そして垂直です。これについては覚えてもらいます。ちょっとね、この問題あんまりこれ関係ないんですけど、一応ね、これは覚えてもらった上で、こういう問題もあるよっていう感じでいきましょう。で、まずね、2つベクトルがあります。 A ベクトル、 B ベクトル。で、こいつらは0ベクトルではないと。で、その時に、なす角、まあ、それが作る角のね、こういう角度を θ とするときに、平行だったら、その2つのベクトルがね、だから A ベクトルと B ベクトルこうやって平行だったら、内積がほにゃらら、もしくはほにゃららになると。これは決まってます。で、これも覚えちゃってください。覚え方もやりますんで。これはですね、A ベクトルの大きさ×B ベクトルになる。で、もしくは、それにマイナスがついたバージョン。で、こうなります。で、まあこのまま覚えてもらっても構わないんですけど、平行だったらこうだよ、みたいな。で、一応ね、思い出し方として使うのは、前回やった内積の公式を思い出してください。ごめん。失礼しました。で、内積の公式がね、内積は、その A ベクトルの大きさかける B ベクトルの大きさかけるナス角のとこのコサイン、これが公式だったでしょ。で、今平行な時ってナス角って何度なんだろうって考えます。そうすると、例えばこうやってベクトルが2つあるじゃないですか。2つね、平行です。で、もし同じ向き、これちょっとこっちが向きだと思って、蓋の方が同じ向きだったら、こうやってつなげて、まあこうか、つなげた時ナス角0度だよね。で、もしくは、平行って逆でも構わないんで、こういう感じ。で、この時、ナス角ってこうなったら180度なんだよね。だから0か180なの。つまり、ナス角が0か180だから、θ に0度。ね、ナス角。0度を入れたら、コサイン0って1なんだよ。だから、A ベクトルの大きさ、かける B ベクトル、噛んでる、B ベクトルの大きさかける1なんで、これになるの。で、もしくは180度の時は、コサイン180度がマイナス1だから、だからこれ、計算するとこれになるよっていう。まあ思い出し方の時は、ナス角を考えるといいかなとは思います。で、同じように考えるのがこっち、今度垂直の時です。だからベクトル、今蓋取っちゃったけど、こういう時だね。まあこういう感じ。くっつかなくてもいいけどね、全然ね。まあ垂直の時は、内積が0になります、必ず。で、両方大事なんですけど、個人的にはこっちのがよく使う。垂直。まあ、もちろん平行も使うよ。使うけど、これよく使う。垂直。ベクトル、二つのベクトルが垂直な時は内積が0なんです。これ必ず覚えてください。で、これはなぜかっていうと、まあ、垂直って言ってるんで、まあ、ベクトル二つあった時に、そのナス角は90度だよね。ここね。で、コサイン90を入れると、コサイン90が0なんだよ。だから計算しても、これが消えちゃうからね。0になりますよっていう。まあ、平行と垂直出てくると、あれどっちだっけみたいなことも起こるので、そしたら公式にを振り返って、あ、ナス角何度だよなって、じゃあ計算したらそうなるよねみたいな感じで思い出してもらえたらと思います。すごく大事なんでね、この公式ね。で、それを使わないんで申し訳ないんですが、次ね、内積の問題解いていきましょう。で、前回の動画の時にね、その公式をやってさ、こうスタート地点が大事なんだよっていう、そのベクトルがあった時にナス角っていうのは、例えばまあこういう向きとこういう向きがあったら、こうくっつけたここがナス角だよって、そこ大事なんだよみたいな話をしたんですけど、それを使います。で、そこをちゃんと覚えてないとこれ引っかかります、テストの時で。問題は、まあ、直角三角形があると。直角書いてないけど、まあ、30、60、90なんで、まあ、三角定規の、あの1対2対ルート3になってるやつだね。だから今、OA、ここが2って書いてあるんで、ここ1で、ここルート3だね。これもあの3平方の、中学校で習ったやつだね。
で、それを踏まえて、まず内積、OA ベクトル、OB ベクトル、噛んでるよ、OB ベクトル、これを出していくと。で、大切なのは、結局内積っていうのは、これが公式だから、OA ベクトルの大きさ、OB ベクトルの大きさ、そして、なす角が分かれば絶対出せます。内積はね。で、今、ベクトルの長さ全部、大きさね、全部出てるので、あとはなす角だけ気をつけると。つまり、これ、OA ベクトルの大きさ、ここ2でしょ。OB ベクトル、ルート3なんで、2× ルート 3×コサイン何度かなっていう。で、OA と OB 見ると、こうなってこうなって、スタート地点がちゃんと合ってる。だから、なす角はここの30度を使って構わないので、コサイン30度になります。こうやってね。で、コサイン30度は2分のルート3。だから、それ計算してやれば、ルート 3× ルート3は3だからね。で、2は約分されるので、3が残ると。ね、こんな感じ。で、次も OA と AB の内積を出したいと。まず、大きさに関しては、OA、AB、両方書いてあるから、ここまではいいんだよね。で、気をつけなきゃいけないのが、ここで、今、OA でしょ、AB でしょ、一瞬60度って思うんだよね、こう見ると。でもそうじゃなくて、大事なのはスタート地点を合わせることなの。つまり OA がここにあるんだったら、 AB をここに持ってはいけない。こうやってイメージとしてはこんな感じで、ここが何度って聞かれてるんです。いい、ここが何度って。で、これは今このまんま平行に移動してきたので、ちょっと伸ばすよ。ここはもちろん60度だよね。このまんま持ってきただけだから、ここの部分、左下はね。だから、こっち側は180から60引いてるんで、120度になります。それがナス角。つまり、コサイン120度を使ってください。で、コサイン120度はマイナス2分の1。だから、約分して、答えはマイナス1になります。いいかな。このナス角、ここだけ気をつけてもらえばと思うんだよね。もったいないんで、これで間違っちゃうと。で、次が AB と OB か。AB と OB。で、ここはまずナス角でね、長さだけ分かってるから、AB が1、OB がルート3。で、あと、コサイン、AB、OB だね。で、これまあ出し方、どっち移動してきても構わないです。スタート地点はね。だから、まあ OB こっちに持ってくるよりも、AB を、まあね、こっち移動させてるから、こうなって、AB と OB、つまりここだね、ここが何度っていうのが出したい。で、まあどう出しても構わないんですけど、今もここが60度って分かってて、ここが30度って分かってる。つまりここ90なんだよね。で、90度、まあどう出してもいいかも構わないからね。つまりここコサイン90度です。で、コサイン90っていうのは、これ俺の図がちょっとおかしかったけどね、コサイン90はね、0なので、この答えは0になります。で、最後が BA と OA で、 BA どこだ、こいつと OA2 か。 BA が1で OA が2で、コサインで、スタート地点合わせると BA とOA だね。つまりちょっと移動してこようか。 BA だから、まあ、こんな向き、多分下入ってないかもしれない。あ、ギリ入ってるね。で、 BA こっち向きだからね、今ね。 BA と OA で、あとここだね、ここ何度って聞かれてるんだけど、これ60度のちょうど対頂角になるので、そこまた60度になると。つまりコサイン60度で、コサイン60度は2分の1なので、計算するとね、1になりますよと。まあこんな感じでやってもらえたらと思います。まあ大事なことはずっと言ってますけど、内積出すとき、ナス角っていうのはスタート地点を合わせるんだよっていう2つのベクトルをね、そこだけ注意してもらえれば大丈夫です。いいかな。
では今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でですね、この内積シリーズ一応丸7までもう板書用意してる、ちょっとまだ増えるかもしれないですけど、ひとまずまだまだ続いていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。